ぐらいから全部やってる。昨日からやってるんだ。した？した。さあ、それではニーナの車後編です。何どうした変わらんって対して、まあ、今だからね、今の時期だからね。もうこれもういらなくない？もういいんじゃないの？一応ね、一応ねもういつまでも外せんよこれってことで、じゃあニーナの車細かく見ていきましょう。ん、忘れた本見てく。本なんか絶対なうるさい。そんなにうるさくないよ。何をつけたの？なんだこれ、アリーナ音変えた？ん？アリーナの音変えた？じゃあアルファだよ。は？アルファ？は？間違えた。何を言ってんの？ん？アルファってエコーしなくない？は？何をしたの？あ、見えるかな。あ、怒ってるよ、なんか多分怒ってるよ。できたよね。見える、あ、こっちから見えるかも。ほら、俺本当にアルファやん、これ。なんでこんなエコーしてんのこれ。アルファ2でしょ。なんでアルファ2がエコーすんの。何やった。まあ、ここに見覚えのあるもんがついてる。何？アリーナの電子本が。なんで？デジカルがついてる。アリーナの回路でこれエコーなるんだ。なる。でもちょっとアリーナと音違うな、やっぱ。ねえ、ちょっと音低いね、なんか。アルファだもん。ねえ、俺あの中の回路いじったかと思った、あの抵抗。いじったるよ。合わせな音でも。あ、いじったのか。いらんことしたね、また。これ光るの見える？見えんか。昼間は見えん。見えんか。青だったっけ、これなんか。これは青。なんか、ニーナさ、ここにつけるなんか欲しいって言ってなかった？あ、これね。このカバーね。これが交換するタイプで、あるよね、なんか。交換すると、流れる。それなんか、つけたい、つけたいって言ったやん。つけないの？つけたいけど、先立つものが。じゃあ、めんどくさくなってきた。なんそれ。あと、クオリティが悪い、評判が。そうなんだ。何これ。多分スポンジだね。それは気になるんだけど、これ貼ったんだね。それ貼ったやつ。あれ LED になってるよ。もう LED だね、やっぱ。もう HID の時代じゃねえな。これは HID うわ、2になったらこれあの LED にあの変換したと思ったのに。売っとるやん、今あの FCL で。売っとるね。めんどくさいんかな、あれ。じゃバラさなかも。あ、そういうこと。ほら、ここ流すとかさ、なんか。あ、ウィンカッチがこっちか。ピンクはこっちで。これ何？ポジション。これ何？ハイか。はい。じゃあ俺、ここもポジションなの。あ、そういうこと？ちょっとつけてみて。つく？まあ見えるかな。明るいから分からんかも。両方スモールになっとるな。え？ウィンカーつけるとどうなのこれ。あー、そういうことね。色が変わるのか。あー、オッケー。なるほどね。これさ、普通に考えてさ、こっちがウィンカーの方が良くない？なんか気分的に。うん？ここウィンカーの方が良くない？なんか気分的に。だけど、そこだと流れるのに、マッチしない。あ、これ流してるからね。うん。ここに、になほら、LED 作ってね、リベア組み。めんどくさい。めんどくさい。今回はめんどくさい。で、ちゃっかりディクス。確かにブレーキちっちゃいな、これ。アルベルだったらさ、もっと大きいのをつけてもいいよね、ブレーキこんな。人いっぱいの。ローターサイズ的に言ったら、ね、クラウンと変わらないけど、うん、クラウンの場合パッド変えたら止まるけど。こっちが重いんじゃない？どっちが重いんだろうね。こっちの方が若干重たい。若干重たい。これ何？流行り？そう、さっき開けた。なんで？やりにくいよね、こういう。食らうのがやりやすいかもしれないね、足が斜めに入るから。そう。これ問題な、これ。模造品。公式かと思ったし。公式出てない、もう車用で。ステッカー自体。これ、騙されるな、こうやって見ると。騙されるな。
いかんわこういうことして本当に。車内チェック。これ何やったのこれ。スパッタで本当綺麗で貼っとんな。なんだろう、あれこれ何どうしたの。これ塗ったの。塗って剥がれてた。あ、そういう感じか。塗り直さなかった。何これ。低温出すのここから。そう。あれ、何これ。バスポール。え、なんでこの奥まであるのこれ。え、これデッドリングした。してあるよ。ちょっと叩いていい。叩いていいよ。これ純正ね。重たくねドア。これ純正ね。うん。響くよね。え、でもなんかそんなに響かんね。バーンって言わんね。あ、ここっていうね。ほう。あ、ここもやったの。うん。どこまでやったんだ。ここまでやる意味ある。ここもやったの。やったの。はぁ、どこまでデッドリングしとんの。アンポンチンだな本当に。パパ呼んどるよ。これは子供がパパってそんな自慢したなんでいいからって。ドア重いな。重いな。重い。子供だった。ちょっと重いよねやっぱ。少々重い。これ好きだねこれ。これ、それね、なんかこれチェイさんの時から使ったな。使っとる。え、使い回しじゃないよね。違う、同じメーカーをずっと使っとる。なんでコンビファンにしないの。あ、嫌なんだっけ、あの細いのが。そう。この太さがいいの。自分の下半身が太いからな。なんだろう。触りにくいんじゃないの。俺さ、絶対これついてるイメージある。2位の車は羽必ずついてない。羽おるよ。なんでこれ、何こだわり。譲れないの。なんか気づいた、絶対。なんか変な感じがする。これスピーカーも書いてあるよね。書いてある。アルパイン。アルパインの X。 いいやつ。 XE。 これもアルパイン。アルパイン。アルパインにしたの今回は。全部ナビがアルパインなんで。あ、だからアルパインにしたのか。なんかやったか。あ、ね、俺これすげえと思った。これどうやってんだっけ。ここでほらオンオフもできる。調光できたよねこれで。長押しで調光。ほらすごないこれ。もうすごいよね。タッチセンサーなのこれ。タッチセンサー。ほんとだ。何これ。え、ここはどうなの。こいつは自体は大元電源みたいな感じ。あ、そういうことで。こっちで調光できるんだ。そう、光ってる最初は。高いのこれ。高ないこれ。ちょっと高い。ちょっと高いんだ。後ろもじゃん。全部そういうの好きなのにね、やっぱり。でもね、場所によって明るい暗い設定できるもんで。何つけたのこれ。ほんといろんなもんつけるね、ニーナくんは。あ、サンルーフはないんだ。ね、なんかやった、うん、これ。仕替えた。あの LED 変えた。変えてないよ。あれ、もともと白いの、あれ。フィルムを外しただけ。何フィルムって。オレンジのフィルムが入ってる。あ、フィルムが入ってるの、あれ。うん。RGB 仕様のあれ。やらない。テープ入れよ、RGB の。絶対やりそうなのにやらない。そうとこやらんもんね。なんかやりそうでやらないっていう。なんか期待を裏切ってくれる。なんかちょっといい。よいしょ。あれ今ついてない。あ、そういう風になってんのこれ。え、これテープ。え、何これ。テープじゃない、帯みたいなのが入ってる。本当だ。これ最初と最後したもん。RGB にしよう。絶対かっこいい。で、何これ、子供よ。子供よ。ここで見てんの子供。本当に、なんか、最近これなくなってきたね。今、こういうタイプだね。あの、ん、こういうタイプだね、今、あの。こういうタイプとは。あの、ここにあるタイプ。あの、あクリップみたいな。このタイプ減ってきちゃったね、もう。昔いっぱいつけとったね、みんな、これ、前席とかね。一番後ろ誰が見るんですかみたいなね。やっとったよね。広いな。これは何、子供やっぱ昔車綺麗だったのにね。子供だったね。しょうがない。しょうがない。ガラス触らない。毎日あれだよ。気づいた時に窓拭きだと。切られたりしね、こうバン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 。そのためのこの距離だもん。あ、そういうこと。届かない。まあ汚れるよね、やっぱ子供いると。マックのポテト落とされたりしない。車の中でマック食わない。あ、そこは出てしてるんだ。なるほど。じゃあちょっと試乗しようかな。あ、一個気づいた。何気づいた。真面目になった、やっぱり。何を真面目になった。角度、シートの。え、
どうした？え、前クラウンの時もさ、こんなのなかった？そこまでやなってない。いや、なってた。こんくらいだったニーナ、ほらこんなんだったでしょ、クラウンの時。そんなんだった。で、シートビャーン下げてさ、チェイスターなんかもっとひどい。こっからもっとこうやってやっぱさ、こうなる。年？いや、ワゴンはやりづらい。あ、何セダンなんてやってんの？わからん。でもさ、俺もさ、年々こうなってくるんだよね。上がってくる。年かな、もう。でも、よう乗ってる仕事のハイエースは倒れとるよ。なんでやねん。同じ仕様だからね。これさ、でけえのやっぱワゴンって。え、ニーナこれ乗ってんのか。なんかセダンってイメージが強いんだよな。てか、デラ低くね、あの低いよ。優しいじゃない。低っ。負けとるよ、ニーナ。負けとるよ、いいの。しかも21か2入れとる。ねえ、でかかったな、あれ。子供いなかったらラウンドにしたい。あそこまではしない。あそこまでしないかな。なんかニーナ自分でさ、触って楽しむタイプだよね、どっちかっていうと。いいな。いろいろ行った？ん？いろいろ出かけた。これで出かけとるかな。でもそんなに行けてないっちゃ行けてない。全然ブレーキ良くない？ん？社外だからかな、リクセルだからかな。あ、ノーマルともっとひどいね。もっとスーッていくよね。なんか変わるは変わるんだね。前後？前後。なんかどことなく車内静かなの、気のせい。ん？どことなく車内静かなの、気のせい。フロアから全部やったもん。フロアからやってんの？下？下。上は？上やってない。音しないもんだって。ほら、外部の音。これベルファイア？ベルファイア。これ LM？ 静かだな、車。え？やば、ワンランク上の車や。このコースの時はこんなにしか入ってこない。ダダダダって横でやってんのに。すごいね、これ。下もだよね。下ここでしょ？真ん中でしょ？うん、リアでしょ？うん、下でしょ？前はやってないの？前は、あ、前も多少や。多少？こんだけで変わるもんだな、車って。ポイントポイントで全部入れたの。静かな。で、トランクもやったの。気持ち悪いくらい静かだな、これ。ベルファイアってもっとうるさいもんだって、そっから本当。分からん。これだもん。これだもんとか言って。ただ言うのは、うん、これを乗ってベルファイア買っちゃかんよっていう。ああ、確かに。これはね、あのさ、この、特にこの真ん中のドアだとすごい入ってこん、この。こうやって聞いてると。あねえ、ないもんね。やば、セダン乗ってみたい。あ、ここも入れたる。一番臭いの。どこ？ディラーの中。ここ？うん。ここ？どこまでやってんだ、出して。うるさがり。お金かからん、こんだけやったら。ん？結構かからん。建築資材。何？現場からパクってきたの？うん。何？買ったの？いいね、ワンちゃん現場からパクってきたんだもんね。すごいな、これ。工事余りを貯金しとった。何これ、建築資材が入ってんの？そう。これ家じゃないよ、車だよ。でもね、デッドニング材さ、あれ厚くてさ、1.5 ミリなんだって。あ、プチルシート。ー2ミリが入ってる。2ミリ？2ミリやでけえな。こんな変わるんだ。材質見て、表のこうやって材質見て、お、プチル使ってるじゃん、これいいな。車が静かすぎてさ、この辺のガチャガチャってなんかドラ気になるもん。気になる。この辺のものがガチャガチャになる。すごいね。え、エンジンの裏はやってないよね、さすがに。でもフロントは下から入り込んでるところと、うん、上からはエンジンルームから。あ、やってるんだ。そう、こっちの面に対する。マフラーボーボー言ってるのにさ、車内にあんま入ってこんね。ポッとるよ、ほら。 金使いすぎだわって。
もっと子供に金使えようと思ったの。これ止まっちゃうとさ、本当にセダンの中にいるみたい。マフラーがボーってなかったら。すごいね、外だと全然入ってこない。入ってこないよね。こんな変わるの？クランよりは入るけど、クランもっと入らんかった。これさ、ドルノベントのガラスが二重じゃん、うん、これが本当にガラス二重だったら同じぐらいの音の静かさだと思う、マジで。ガラスから入っとるね。うん、ガラスがあれだけど、ガラスと屋根から入っとる。そう、ここなかったら本当にマジで通りすがる音聞こえないもんだって。どうなってんのかも、車ここだね、やっぱり聞こえてくるの。そう、ここなんとかしよう、二重ガラス合わせてガラスに作ってよ。ちょっときついか。きついね。もうこれはどうしようもないもんね。ここもやっちゃうじゃん、おいしそうと。天井結構雨でバタバタ言わん。そこまで、ね、そこまで言わんねえ。これ上までやったらドア静かになるんじゃない。なるよね。なんかこれ、ウィンカー遅くない？スローにしてあるよ。なんか、やっこれ純正でスリッターついてたっけ。ん？スリッターついてたっけ。これついてる、この車両ついとった。え、これスリッターついてんの、もともと。嘘ばっかや。ついてるけど、後期からついたかと思った今。だよね、つけてるよね、これ。しかもトヨタのレバーってさ、いいところで止まるんだよな、これ。ここでね。ね。ほんとなんか細かいとこやってるね。これも打ち替えたんでしょ。なんかオレンジの方やん、これ。違うよ、それ緑。え？もともと。オレンジにしたの？ちょっと純正っぽくてわからんかった。青とかじゃなかったの？青はしどうした、真面目だったの？ん、真面目になったの。クラウンもオレンジだよ。オレンジってなんかでも新しいチョイスはなんかあんまりやってる人なくない？みんな青とかにしない？あー、ねえ、オレンジいいな。来てる？見えやん、このでっけーの。会社のハイエースは青白だけど純正？俺が打ち替えた。会社の車までいじるらしまして。おもろ。これハンドル光るの？あ、これ光るやつか。光るけど、そこは書いてない。前さ、グランの時全部買えんかった？全部買えたよ。何個あんのあれ。とてつもない量あるよね、これ買えると思ったら。50個買って、ちょろっとしかいかんかったから、うん、そこから100個使った。やば。で、このプッシュスタートも買えとったよね。買えとった。全部買えたじゃん。やっぱやる人はやるな。俺めんどくさくてやろうと思わん、もう。グランの時はチップじゃないやつも全部買えた。あ、そうなの。光るとこ全部なので、LED 光弾を入れとる場所もあるし、あ、チップじゃないから、あの昔からの電柱タイプがある、カチッてはめるやつ、はいはいはい、ああいうところも全部バラして LED、 いたって快適だな。普通に快適な車だね。これお出かけできるわ。ただ2位な子供らにすげえ爆音で来るからビビるよな、本当に。相変わらずだね、そういうとこは。臨場感あるよ、この音楽流せんのがちょっと残念だけど。著作権入るからだけど、2位なね、さっきもね、ズンちゃんズンちゃんやってね、やべえ音出してくるからな、本当に。子供ノリノリなの、それ。ノリノリね。あ、子供の将来もこうなるわ、きっと。踊りたくっとるね。やっぱ遺伝かな。やばい。ほんと困らんね、これ。でもさすがにスロープまっすぐいたらするでしょ。それはする。ちょっと避ければいいぐらい。そうだ、だったらいいね。立柱とかも平気？あの立柱はきつい。イオンの立柱入れる？大高のイオン。あ、入ってない。入ってない。東浦はいける。あー、大高いけるでしょ、これ。分からん、入ってない。なんせ俺のエブリがけたからね、ちょっとガリガリしたけど。あそこちょっとシャコタン殺しだ。あの、あれフラップも大丈夫？駐車場のあのガッチャンってやつ、あの地面にあるフラップ。ああ、基本入らんでわからん。入らんのか。いけるでしょ、別に行こうと思えば。引っかかるもある、なんか。あれ結構ね、高いんだよ、あの真ん中のやつ、あれ。割と当たる。入らん。いや、嫌だな。目切って投げたら嫌だな。ホイールはガシャガシャにするのに。事故。普通にいいな。まあ次はグランエースかな。グランエースいいよね。かけレオ。
お金気にしなかったら欲しい。欲しい。だいぶでかくならん？これから乗り換えると。だって今の現行のアルファードがちっちゃくなるから、ね。あ、そうだね。あれよりはるかにでけえからな。ノアですかこれ。あれ何人乗りあれ？いろいろ仕様がある。あ、そっかそっか、選べるのか。いや、2位な、さすがにもういるんじゃない、もうちょっとしたら。7人乗りにすると、うん、アルファードこいつでもあるけど、キャプテンシート、あれが2列入る。へえ、いや、キャプテンシート2列なんだ。やばくね。調べたの？調べた。8人乗りで。欲しかった。おぉ、広いじゃん。ねえ、ニーナがさ、グランエースを調べるところがまず違和感しかないもん。やっぱそういう思考になってくるんだね。ワンランク次、何になるんだろうって。ね、もうさ、あの、アメ車会じゃん、エクスプレスとか。あ、維持費が高いか。そう。チャレンジャーかねえやん。チャレンジャーやん。リムジン仕様にしたら。延長する。買ったらリムジン仕様にせな。え、子供4人じゃん。あ、4人だよ。4人。6人家族？うん。満席だよ。ギリやん。満車やん、これ。満車。もう誰も乗れんやん。家族でいっぱい。7人だから1人。これくっつかんのもんなんか、ガチャン。真ん中じゃない。後ろが7人。これ7人乗り？一応。補助席みたいな。お前、真ん中乗りたくねえな、あれ。子供ならいいけど、大人はちょっと、まともに乗れんぞ、あれ。行きだけだよ。ねえ。え、じゃあもう子供大きくなったら満車やん、これ。満車だよ。マジか。荷物乗らんよ。ほんとやん。旅行行ったらさ、荷物すらまともに運べんやん。荷物配達す。送るか。送らない。配達せん。しんど。しかもさ、みんながさ、中学生ぐらいの時だと重たくなってくるじゃん。で、フル乗車したらさ、結構さ。あるから。何つけてんの？は？何それ？あ、これフューエル？コントローラー？コントローラー。何をつけてんの？ニーナ。スロコンはつけてないの？今回。スロコンじゃなくて、スロコンの方じゃなくて、フューエル。そっちか。もうなんかさ、やっぱ大きいの買った方がいいよ。グランエース買おう。だから抜けが良すぎるなっ なったけど、パワー落ちてないからね。うん、あ、そうなんだ。家族ができるとこういう風になるのか。ちょっと思考変わってきたね。そう、基本快適仕様だよ。快適だね。じゃあ、市場インプレッションじゃなくて、なんだ、あ、表彰式何回すんねんってね。表彰式やっていきましょう。さあ、表彰式したいと思います。いやー、みんな面白いわ。やっぱ面白いわ。快適でしょ。快適だし、なんかさ、自作地味なことやね。なんかそこやったみたいな感じになるね。だからいつも言うじゃん、間違い探しだって。どうした？地味なことやって。はい、ということで、愛称自慢認定ニーナ、メリカ、ドノメリファイアを星 3.5 として認定します。おめでとうございます。ありがとうございます。あれ、初めてもらう？もらうよ。あれ、クラウンとかやらなかったっけ？あ、まだその時なかったか。ない。あ、ないんだ。まあでもね、まあ子供がいる間やってる方だと思う。ねえ、そう思わない？やってる方なのかな。だってさ、ノーマルでいいぐらいじゃん。周りにどっかしてるのか見て、みんな今までね、やんちゃなやつが普通にプレスとか乗っとるよ。どうしたみたいな。みんなノーマルじゃない？だってビビったやついる周りに。まあ、ミヨッシーが最近あの BM 買ってホイール変えたぐらいじゃない？ミヨッシーは昔からやっとるじゃん。でも一時期やってなかったよ。あのステップワゴンもドナーマルだったしさ。 あとなんだ、その次のジープ何だっけ、あれコンパス、あれもノーマルだったよ。珍しくなんかノーマルで乗ってるの。最近スイッチ入っとるね。一回多分やりだしちゃったらいかんね。まあまあ、俺の、ね、周りも結構みんなノーマル乗ってるから、家族大事だね、やっぱ。っていうことで、ニーナ君はまだなんかやるのかな。わあ、地味なこと。まあ、そのうちグラインスになったかもしれん。なら車が変わったのかもしれん。もうちょっと経ったら安くなりそうだね。でも、いや、かわいい。ママ乗れるじゃん、だってこれ。乗れるよ、これは乗れるよ。子供があともう2人ぐらいできたら、じゃあ、グランエースに。強制的に変わるかもしれない。何、子供はもう DIY はしないの？大丈夫。予定ない？予定ない。間くん？もう作らない？もう作らない。じゃあ、もうさ、大家族のパパになって、俺取材するわ、もう。あの、あるじゃん、あの、なんだっけ、あの、大家族のビッグダディ。子供8人ぐらい作って。きつい。きついね。今でもきつい。
まあまあ若干きつい。4人いるときついよな。重りが大変だよね。はい、ということで今日こんな感じで久々ニーナ君紹介しました。ニーナ君紹介、ニーナの車を紹介しましたということで、また皆さんお越しください。では皆さん、さようなら。さようなら。The sounds I breathe.